日本中部地方石川県金沢市、片町スクランブル交差点になっている。片町交差点プレー後片町は、石川県金沢市の地名で、繁華街である。現行行政地名は、片町1丁目及び、片町2丁目。郵便番号は920-0981。片町は、国道157号が南北に貫き、降臨房から、西川大橋にかけての一帯を指す。 金沢で最大の繁華街で多数の飲食店、バー、クラブがのを並べる。通りは路線バスなど交通量が多く、休日前の夜間には路側帯のない道路の一車線がタクシーで埋め尽くされるなど渋滞が発生しやすい。片町キララやプレイゴといった商業施設やホテルも隣接している。片町の歴史は江戸時代初期に遡る。西川は 現在の本流の他に、高林坊付近に支流があり、広い河原を形成していた。江戸時代初期にこの河原を埋め立てて、町が作られたのが始まりで、この地域を河原町と命名した。片町の名は、片側に駆けつくりの家が並び、商店街を形成したことに由来している。1889年からは、金沢市の地名となり、飛躍的に発展したのが1900年代に、 入ってからとなる。1919年に金沢電気軌道が市内電車を開業。1923年には宮市百貨店が開店した。戦後の住居表示制度により、1965年に片町2丁目、1966年に片町1丁目となり、9丁目の片町は消滅する。その後2003年8月1日に片町2丁目の一部が、 金沢市による旧町名復活運動により、基礎町として町名が復活した。1894年に日本初の商業組合である片町組合が結成された。そのため片町は日本最古の商店街とも呼ばれている。高林坊交差点から西川大橋にかけて国道157号の歩道沿いにはアーケードが整備されている。かつては、 サンロード片町という愛称で呼ばれていた商店街である。現在の片町商店街のアーケードは1981年11月19日に竣工したもので全長が822メートルになる。城下町であることから兜をつけた武士をイメージしたもので明るさを取り入れながらにぎわい喪失も試みたものである。片町のアーケードの歴史は1 9 6四年から 各テナントビルの所有者が自己負担で設置を始めたことに由来する。しかし、アーケードの高さにばらつきがあり、美感上評判が悪かったため、組合側が統一のアーケードの整備を進めた。2006年には、中小企業庁の頑張る商店街77選において、賑わいあふれる商店街として選定を受けた。片町バス停国道157号上にある、 北陸鉄道、北鉄金沢バス、加賀白山バス、加賀温泉バスの路線バスと、北陸鉄道や西日本 JR バスの高速バスが、停車する。北鉄バスでは、広小路方向は、近撃パシオン前、高林坊方向は、片町キララ前の副章がついている。その他、金沢フラットバス、菊川ルートは、片町キララ向かい側のバス停に、長町ルートは、金撃 パシオン向かい側のバス停に停車する。片町中央通りバス停中央通りにある。北鉄金沢バス、安原線、黒田線と金沢フラットバス町町ルートが停車する。片町、縦町バス停プレイ5前にあり、町バスのみが停車する。片方向きのみのバス停で、反対側にバス停はない。2018年4月1日現在の世帯数と人口は、 以下の通りである。私立小中学校に通う場合、学区は以下の通りとなる。かつて存在した施設。ありがとうございます。